酒あげたレンジの言い方なんとマリクドマリクです。せーの、はい、ということで今回やる企画は「うどくじ真剣ししらどり」。ずっと待ってたこの企画。これはね TikTok でとある活動者の方がなんかマスクかぶってやっててめちゃバズってたやつ。パクリってこと？パクリです。うわでその内容が前が見えないマスクをかぶってお互いこう叩くと。で、たたく瞬間に白羽取りってあるじゃん。止めれるかどうか。なんとなくいけそうじゃないですか。だから五感ってあるじゃん人間の。何五感？あ、そうだ。六感じゃもんな。味覚とかもうそのままにそのまま。トーナメント制にして、はい、もう勝者決めちゃいましょう。そうだけ。じゃあこれも早速マスクかぶるんで、じゃあグッチョッパー。じゃあポケモンカニユペフェニーサウラです。ボコボコにするよこいつ。ナイスミー。やばい。え、目つぶって目つぶって。つぶった二人とも。つぶったよ。つぶってる？はい。俺ガチでつぶった。サクラお前さま。サクラ。やべえ。やってないから。1回戦目先行さくら。まず先行10先行パッ。いや違うもっと強く。もっと強くね。そう。できる。どんな感じ？なんだそれ。普通な早くやってっていきますよ。いやもうちょっとそれだね。ああこっち見てあっちいいから俺たち集中してすぐ何やですよ先攻はさくら。それでは試合開始。いつでもいいんだよね。フェニーが取ったら引き分け。そうだね。いきますよ。はい、デリクロさん試合開始。おっあ、分かんない。デリクロ勝者。お前やっぱり勝てない。引き分け大会戦大事み。じゃあ先行カニちゃんでいきましょう。はい。じゃあカメラ目線2人ともカメラ1回目。それでは集中させてね。試合開始。いきまーす。カニちゃん。これ無理やろこれ。そんなんわかんないやろ。じゃあ2回戦目。いった。泣いてるやん。泣いてるよ。後攻ゆべさん。それでは試合開始です。いけいけ。じゃあ3回戦おげ画面 VS 前竹さんです。カメラお願いします。集中してる。じゃあ先攻前竹さんでいいですか。はい、集中してる。はい構えていきますよ。よーい始め。もう一回お願いします。よーい始め。終わりそうだ。終わりだ。ということで全員引き分け。はい、ということですね。トーナメント式だったんですけども全員引き分けで誰も勝ち上がりませんでした。平和です。止めれないということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローね、よろしくお願いします。下の概要欄にメンバーそれぞれの SNS があるんで、そちらの方もチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。せーの、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。